はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は収納見直し、使いやすくするポイントなども合わせて紹介していきます。それでは早速スタート。まずはリビングに置いてある無印のスタッキングシェルフの中を見直ししていきます。下の子たちは年中さん、年長さん、春から小学生になるのでランドセルや教科書などを置けるスペースを確保したいと思います。子供部屋にすでにランドセルや教科書を置けるスペースを作ったのですが、まだ小学生になったばっかりの時はリビングに置いた方が便利なのでリビングに置きたいなと思っています。まずは中に入れているものをすべて取り出します。こちらのシェルフの中に使っている引き出しやケースもすべて無印良品のものです。入れたいものが変わったり場所を移動したい時に自由にカスタマイズできるところが魅力的です。子供あるある、アイスの棒が隙間に入ってました。一見綺麗に見えて動かしたらまあこんなもんです。またアイスの棒発見ですね。こういうとこの掃除は豆ではないので収納見直しとかそういうきっかけでお掃除するようにしています。このボックスはダイソーで購入したボックス。かけたりするのはちょっとめんどくさいかなと思うのでここにポイッと入れる感じにしたいと思います。こちらは無印のスタンドですね。これしかなかったのでとりあえずこれを使いたいと思います。ちょっと幅が狭いので買い替えるかもしれません。しばらくはこちらに教科書を置こうと思っています。教科書を並べると結構カラフルなので本当はファイルボックスとかに入れたいんですけれども、子供がねちょっと教科書を選ぶのには大変かなと思うのでもう見える収納にしておきます。カゴの中にはナップサックと手提げ袋を入れました。そしてその下の引き出し、この中には子供のナプキンとかを入れたいと思っています。中に使っているケースはセリアのものです。手前のものは3コインズで購入したもの、ほぼシンデレラフィットです。ハンカチだったりポケットティッシュ、マスク、あとはループ付きのタオル。最近ねマスク洗うのちょっとめんどくさいなと思うようになってきたので全て使い捨てのものに変えたいなと思っています。こちらは次男のスペースです。小さな子供が自分で準備できたりお片付けできる工夫を考えるのが楽しいです。結果各自が自分のことは自分でできるっていう風になると自分もすっごい助かりますよね。子供のおもちゃは全て子供部屋に置いてるのですが、ゲーム類だけこの引き出しに入れるようにしていました。ぐちゃぐちゃだったのでちょっと見直しをしたいと思います。昔はねいろんなおもちゃで遊んでたんですけど、最近はスイッチとかね携帯ゲームで遊ぶことが多くなりましたね。こちらの見直しは完了です。続いてはダイニングスペースにあるこちらのキャビネットの中を見直ししていきます。こちら側の扉の中はプリンターが入っているのでプリンターで使うものだったりとか、あとはファックス用紙だったりインクだったりとかが入っています。でプリントしてこう郵送するときに便利なもの、封筒とか印鑑とかをまとめて置いています。でこちら側の扉の中がうまく活用できてないです。無印の引き出しの中は空っぽですね。そしてその下、無印のファイルボックスの中はあんまり使わない教材だったりとかが入っています。でその隣にはカメラで使うアイテムだったりコードだったりとかね、あとはポーチとか巾着袋が入ってます。さらに隣、こちらはピータッチキューブだったり、あとは使ってない使用済みの携帯が入ってました。かなり収納スペースを無駄にしていたので厳選したものを置きたいと思います。ちょっと棚位置を変えます。リビングに出しっぱなしにしていた裁縫箱が入るような高さに変えました。上の段には厳選してよく使うものだけ置きました。下は YouTube で紹介予定のものを置く一時置き場として開けておきたいと思います。続いてはキッチンの食器棚の扉の中です。使っているボックスはニトリのものです。さらにその中に使っているボックスはセリア。すべて中のものを全部出していきます。以前収納見直しをして中途半端に終わっていたのでもうちょっと使いやすくしたいと思います。最近ドリンクをたまに買いだめしたりとかするのでそれをね置けるようなスペースを作りました。ニトリのボックスが6個シンデレラフィットだったのでケースを変えたくなかったんですけれども使いやすいように変えていきます。
こちらは定番の調味料を入れるスペースです。なるべくストックは買わずに1個1袋までというふうに決めています。次はお菓子スペース。もうなんかもらったりとか、夫が UFO キャッチャーで取ってきたりとか、とにかくすぐ増えるんですよね。ちょっと多めにスペースを取っています。期限切れをチェックして戻します。今は在庫がないんですが、ここはカップ麺や袋ラーメンのスペースにします。だいたいね、ご家庭によってどれぐらいいつもストック買うかとかわかると思うので、余裕を持ってスペースを空けておくのが散らからないコツです。ちなみにこの中に使っている仕切りケースは無印で買ったものです。この無印のケースにシンデレラフィットします。こんな感じでつながってるものはなるべく切り離して使いたい時にすぐ使えるようにしておきます。それから食品系、こうね、並べる時に背の高いものを奥にするとパッとね見えやすいと思います。小さいものは無印のポケットに入れてかけて収納しておきます。埋もれていると存在をついつい忘れてしまいますよね。ケースがねもう1個欲しいんですけど、とりあえずこんな感じで収納しました。本当はね、缶類とかスティック類とかレトルトとか細かく分類したいんですけど、やっぱスペースって限られてるし、いつも同じものを置いてないから難しいですよね。そういう時はすぐに決めないで様子を見てからラベリングします。まだラベリングしてないんですけど、さっきより何が入っているかパッと分かるようになりました。こうやって破いて1個だけ取った袋、こういうのすっごい嫌なんですよね。もう全部出して外の袋は捨てます。食品に限らずなんですけど、スポンジとかでもね、こう袋をね捨てないで中だけ1個取って残しておくってなると、意外とねゴミでかさばってしまうんですよね。そういえば最近ね、このブレッドケースをキッチンの方から、カウンターの上に移動しました。ここに置いた方がご飯中にねふりかけが取りやすいです。こちらは3COINS で購入したコンセントボックス。壁掛けできるんですけど、フックをねまだつけていなかったので、フックをつけてかけたいと思います。で、取り付けようと思ったらね、フックにねこの出っ張りがあって引っかからないという、だから中から取り付けることにしました。こっちのがね取り付けやすいですよね。本当はコンセントボックスなんですけど、この上にあるデスクのところにコンセントボックスを収納できるねスペースがあるので、この中にはちょっといかつい電源タップみたいなやつをね入れています。壁掛けできると掃除がとっても楽です。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。